青色のコップさん320円スパイト、ありがとうございます。ありがとうございます。今度お酒飲みながら配信してほしいです。酔ったらどうなるか気になります。お酒配信で、お前はあんま変わんないじゃん。俺はそんなね変わんないよ。俺とあいつがやばいから。そう、あいつは普通にね弱い。まあ、俺も弱いね。お前は結構気性荒くなるよな。気性荒くなんねえ。いや、ほんと？ほんとだよ。いや、ビールがやばい、飲むと。ビールがやばい。ビールはマジ、ほんとに悪酔いする。あ、そうなんだ。お前、いや、いつもあんまいいイメージないけど、お前に。そうか。よ、泣いてない？酒飲むと、うん、泣かんねえ。ふざけんな。泣いてないか。りょうくんはなんか普通に頭痛いとかなんか、うん、普通に多分体調悪くなるんだよ、あいつ。ああ。飲むと。そうそう、メンヘラみたいになる。なんでよ、ふざけんな。なってんだろ、おめえ。ふざけんな。お前、酔ってっからわかんねえんだよ。いや、なんで、なんで。それ、飲みすぎたら、いや、あんま記憶ないかもしれない。お前、一杯ぐらいやったら全然。まあ、お前も全然あれだよ、飲まないよ。ああ、でも。うん。でも、ずいぶん飲むようになったな。そうか。昔なんか本当、もう一杯だけみたいな。ああ、そうか。イメージだったけど。いや、今も。今は、でも、ハブとかで一人で飲んでたりしてたな。ハブで一人で飲んでたの、お前。いや、だから、都度払いじゃん、そこ。あ、まあ、ね。ああいうとこ。うん。あれで、ちょっと、ギネスをいっぱい飲んで、いっぱいだけ飲んで帰るっていう。お前、そんななんか、ちょっと、こじゃれたこと。こじゃれたことして。いきり大学生みたいな。え、それいつ頃？でもたまーにやってた。あ、マジで。俺一人で居酒屋行ったことねえな。居酒屋っつうか、まあそういうバーとかも。あ、そう。ハードボイルドヨップが。ハードボイルドか。まあハブじゃそんな格好つかねえか。そうだよな。酒じゃなくて自分に酔ってる。ちげえな。いやいやいや、かっこつけて、ギネスあたりをちょっとかっこつけて。なんでギネス美味しいな。飲みやすいけどね。それか出会いか、お前。ちげえ。いや、ちげえの。いや、ちょ、それもあるかも。都度払いだから、都合いいんだよな。あの回転とか、ピッチの芝の状況だ考えると、まあやっぱ弾いた方がいいか。まあでも弾かざるを得ないか。キーパーね。キーパーの悩みってさ、まあ、キーパーやったやつにしかわかんない。まあね。キーパーめったにやらんからな。マジで。俺も一回キーパーやったよ、確か。ねえ。中学の時。この前話したの、それは。あ、そうなん。そう、ちょうど。代役で出た、みたいな。ねえ。しっかりトンネルしました。いや、ほんと、マジでやんのよ。そう。この代役キーパーって、トンネル。そう。で、相手の中学校もさ、うん、普段出てないやつが、出てるみたいな。うん、あ、はいはいはい。出てんぞ、みたいな感じだったから、うん、ミドルシュートバッコバコ出てくるの、マジで。本当のとこれ、マジで。舐められてたの？そう、マジで舐められてた。バコバコ。え、マジ、えぐいぐらい本数打ってきたもんね。俺がキーパー、代役で出てた時。俺覚えてねえけどな。そんなんだったっけ？そうそうそう。めっちゃ打ってくんじゃんと思って。まあ、しっかり勝てなかったしな。まあ、当然。え、キーパーやっぱしっかりしないとね。やっぱしっかりしないとダメですよね。俺も高校の頃さ、出た。いや、友達が普通に、いや普通にフィールドプレイヤーよ。ただなんかキーパーがたまたまいなくて、あ、じゃあ俺やりますわって言ったやつがいて。で、うちのチームディフェンダーがバックパスしたよ、キーパーに。あー、そしたらそのままトラップミスして飛んでる。あーっていう。えぇ？えぇって。俺フォワードだったからさ、前蹴るかなと思って。
構見てたから。え、キャッチとかじゃなくて、もうバックパスを。バックパスをトラップしようとしたら。一番やばい。あっていう。そう、俺、キーパー蹴るかなと思って、もう、あ、はいはい、振り向いてた。もう見てなかったのよ。うん、で、うん、もう一回振り向き直したらもう入っててさ、はぁと思って。もうどうなのキーパー関係あるのかな、うん、いや、やっぱあるんだよ。ハオさんのヤケンスバチでございます。ありがとうございます。こんばんは。ヨップがご飯食べとか遊び行ったりする一回り以上離れた好きな女子大生に似てるんだよねということで。アプリか？アプリで出会った。アプリか？でもこいつに似てる女子大生多いんじゃないかな。結構いるんじゃない？おティンティンダーの。おティンティンダーの。いやねえ、下品な話で。ティンティンダー。どこの世界だよ、マジで。それ。おティンティンダー。俺赤番食らってんだ。ふざけんなよ。マジで。まあ昔はおティンティンダー、お前に赤番からでティンダーに怒られてんだマジで。それはもうちょっと拾わなくていいから。いや拾うだろ。拾うだろ。何したの？マジで。いやいや何したら赤番から。サッカーの話しようぜ。サッカーの話。ちょっとサッカーより気になるんだよなマジで。あれとなんかエッチな言葉とか送ったの。いやいやいや、っていうかまあ、うん、同じような文言を送りまくって。ああ、そうするとなんか。なんか、ボット認定みたいな。ああ、なんかもう会いましょうとか、好きですとかさ、そういう系をバーっと送ったら、もうボット認定されるんだ、あれ。なんか同じような理由で、バンされた子もいるらしい。うん、ああ、なるほど。Tinder にそんなあれあるんだ。うん、赤バンされたんだ。赤バンされたの、ね、これやばいな、マジで。そんなやついんのか。今日出会い系アプリで出会った女性が何ちょっと今日、うん、出会い系アプリで出会った女性が、はい、ヨップに激似だなりましたでも分かるんだよいるんだよなあいう子は分かるんだよすげえ分かるリアルなんだよちょっとあいつみたいなタイプの子いるんだよなリアルなそれな確かになんか見たことある気がするあいつみたいな顔の子そうなんだよなちょっと分かるんだよなあんちゃんよっぽどじゃないですかねマジで女装とかそうよ。ちょっと可愛いんじゃないじゃん。可愛いんじゃない ある意味可愛いんじゃない怪し系だぞ。ちょっと可愛いかな。あいつ昔から可愛いの、ね、マジ。昔から、小2の頃からね、ほっぺタプタプよ。あいつはじめ。可愛いよ。みんなでほっぺタプタプして遊んでたもん、あいつの。全然変わんないよな。全然変わんないね。目が小さいからタイプじゃないそういう目で見るなってメイク映えしそう子供の頃のヨップはもう天使でしたよマジでいろいろな動物さんに意見すればありがとうございますでもぶっちゃけヨップってワンチャンいけるよな何を言っているマジでどうやろうなまあ人それぞれですからねどうやろうな人それぞれですから何も言いませんけれどもそれはあいつ意外とね奥深い。で、あいつ結構メンヘラよ。マジで。あいつ結構メンヘラだね。結構メンヘラよ。確かに。うん。3人の中でぶち抜けてメンヘラよ。